最近すっごく気に入ってるフォレスターを今日は紹介しようと思って車が用意しました。ホワイトです。ホワイトもいいですけど、僕はちょっと色物の方が好きなので、うちのショールームにはブラックが入ってますけれども、このサンプルカーは白、パールホワイトに、この黒いパーツが似合ってます、ホイール、それから、これ面白いんですよ。エンジンはスポーツなんですけど、仕様は X ブレイクに近いんですね。ですけど X ブレイクのオレンジの差し色っていうのはあれ専用じゃないですか。ですからこれはそのオレンジの差し色を全部排除してます。こういうちょっとこの編み込んだようなテキスタイルですね、これを使って、この広々とした室内はそのままにね、ちょっと渋いね仕様になってます。ここは樹脂パーツですね、樹脂パーツ、SUV チックなね、こちらと揃えた樹脂パーツになって、で逆にここをピアノブラックでアクセントつけてるんで、おしゃれですよね。白いボディだと本当はここをラスターブラックにするといいんですけど、あのラスターブラックって高いんですってね、ですからそこまではね、手は込んでないんですけど、ここをこう色分けしたり、ここにもですね、この脂肪を入れて、なかなかね、おしゃれです。それで、助手席もシートが電動になってまして、これのいいところはこうね、非常にアジャストの量が多いんですね。アジャストの量が多い。XT エディションとね、名付けられてます。で、エンジンは1.8リットルの、ダウンサイジングターボになってますので、この、気圧燃焼、いいエンジンですよね、これ。日本のために作ったっていう、泣かせますよね。泣かせるセリフですよね。日本人が日本人のために作ったエンジン、ターボ付きの、スバルオーナーのために、スバリストのために、作ったエンジンです。ライナーがね、入っていて、ヘッドライトもちょっと凝ってるんですよね、これね。フォレスターの文字がちゃんとここに入ってて、これね、この車ね、僕は実はですね、この会社に展示はしてあるんですけども、この車に乗るのは初めてで、でもね、愛車としてスポーツに乗ってましたんでね、あれ良かったですよ、赤いスポーツ、今でもね気に入ってましてね、あれ良かったですよね。で、ああいうアルカンタラのシートじゃなくって STI スポーツが出てきて、STI はボルドーのナイスになって、非常に質が高いですよね。この非常に豊かな室内っていうのは SJ から始まった、この一つ前の SK の前の SJ から始まった設計でしてね、もう本当に完全に別の車として独立したようなもんですからね、フォレスターは。これまでのインプレッサベースの世界からね、ここまでシートが上がる、だから SJ で思い切ったことがねできて、この車にさらになんていうんですか、あれを研ぎ澄ました、性能を与えてますんで、世界的なヒットにつながってますね。今日はですね、いつも川べりの道ばっかり行きますけど、久しぶりに
工業団地へ行こうと思ってるんですけど、WRC で使うんですけど、ちょっと紹介したいと思います。ビュンビュン走るのも楽しいんですけどね、これは、工業団地をちょっと紹介して、ね、WRC で、ね、どんなことを中津がするのかということをですね、少し語りたいと思うんですね。食料が始まってますね。なんか作るんだよ、ここ。じゃあ、いろんなものができますね、次から次へと。なんか昨夜すごい風が吹いたみたいで、まあ落ち葉だらけでしてね、ご苦労様でした。吐いてねくれましたけど、僕ちょっと今忙しくて、ちょうど今日休みなんですけどね、本当はね休みなんですけど、ちょっと忙しくて仕事来て、ついでにこの車今日しかちょっと撮れないかもしれないので、写真も含めてね、瓦版も作らなきゃいけないんでね、またね次のことも考えなきゃいけないので、いろいろと忙しいんですけど、このフォレスターね、この AVH が独立してるのがいいですよね。これ押しとけば、交差点でちょっと坂道のところでこう止まるとですね、アイドリングストップして、ブレーキから足離しても後ずさりしないで、発進するとすぐパーキングブレーキも解除するというね、そういう便利なシステムです。やっぱこういうスイッチ、しょっちゅう使うスイッチは物理スイッチがいいですよね。最近特に思うんですけどね、レイバックはこれがね低速になると、この車ここに出るんですよね。切り替えるんですけど便利なんですよね。これがレイバックだと、速度が何キロ以下だっけ、忘れちゃったけど10キロ以下だっけかな、そういう速度になると、センターインフォメーションにポンと、ね、四角を映してくれる、そういうシステムに変わりましたけど、まあ、その分スイッチ類が全部、それでもねまだだいぶ改善されて、国内向けのセンターインフォメーションというのはだいぶ物理スイッチですが画面にね表すものが増えてますけど、まあ、最初ねアメリカでアメリカ向けのその何だったんだっけ、レガシーだった採用されたのがデザインのね最初ですけど、まあアメリカもだいぶいろんな意見いただいて苦労して、それをこう、反映させたものが日本仕様にはね入ってるってこの間聞きましたけど、なるほどな。だからだいぶ物理スイッチもねついてますよね。やっぱりドライバーオリエンテッドっていうことを考えると、格好はいいんですけど、全部電子スイッチにした方がね、やっぱり物理スイッチっていうのは重要だとね、思いますね。だけのためのビデオ
スバルから西へこう来て工業団地の中を走るね、いつもおなじみの道路ですよね。まず駐車場ですけれども、駐車場の案内をします。駐車場は、僕がいつも写真を撮る場所。この、まあ、多分ここも対応すると思うんですけど、この奥にですね、多目的広場っていうのがあるんですけど、そこがあの駐車場になるっていうふうに今は聞いてます。それがどこかというとですね、ここじゃなくて、この正面、ここ人しか入っていけないじゃないですか。あの競技場の下にですね、キッチンカーが並びます。ね、キッチンカーが並んで、その間にうちのラリー車を入れてくださいということですので、そこに展示をします。で、あの下階段降りていくとリフェルポイントになるんですね。ですからこの辺、ここ入ってきて、ここはどうなるか知らないんですけど、この上にですね、大きな多目的広場があるんですけども、そこを駐車場として開放すると聞いてますので、まあ、そういえばここにね、大キューピーって書いてありますけども、この大キューピーにこの車が入っていけると、そういうことになりますね。で、見学の方はここを歩いて、でそこの自動販売機のところがありますよね、自販機のところを左に行っていただくと、もうその階段の上からね、結構な光景が広がると思いますけども、でここジョギングのコースなんかになってて、矢印が今ここに書いてあります。これ人が走るコースなんですね。まあ、こんなところがありますので、まあ、ジョギングなんかも楽しみながら遊びに来てほしいと思うんですけども、で、競技者はどういうふうに来るかということなんですけど、今僕が中津スバルの前をこう走ってきましたよね。ああいうふうに競技者走ってきます。ですからうちの会社の前もWRC のね、レーシングカーが走ってくるわけですよ。すごいですよね。夢みたいな話ですよね。ずっと続いてほしいんですけども、でここをですね、よいしょ、ここをこの交差点通り過ぎて、で、続々とですね、この左前方のところに入っていくわけです。でこの空き地はですね、人に開放されてますから当時入れるんですけども、この今のアスファルトの部分っていうのは全部閉鎖されて、ここからレーシングカー入って、中に簡単なちょっとピットみたいなものを作って、で、公式燃料をですね給油する。で公式燃料給油したら、サービスを終えた車が、ここから出てくと、ね、ここから出てくわけです。これがテニスコートのある駐車場ですけれども、ここが当日のですね、中津川の、去年は商業施設の駐車場を使いましたけども、今年はやっぱりそこではまずいので、より自然な動線を描ける、ここから東野の方に向かっていってまた SS がありますのでね、ここなら非常に動線がいいということで、で、ここをこの駐車場を、サービスパーク、ミニサービスパークですね、要するにちっちゃなサービスパークを作るというようなことですから、そのトイレのあたりの上ですね、この上のところが、まあ、人がですね、見られる、ここは入ってこれない、でそういうふうになるわけですね。で僕もお手伝い頼まれましたので、その日は朝からこの階段があった上ですね、ということでですね、ちょっと歩いてみますけど、非常に気持ちのいい場所で、ワンコのね散歩にも向いてるところですけど、まあ僕は 1,2 回しか来たことないですが、あそこにですね、パブリックビュー、ここあたりにパブリックビューを置くということですので、ようやくですね、ここにいてラリーのね様子が見られるということになります。で、
SS はですね、あの山の中でやりますから、あの 見られるところがほとんどないんですね、あの山、あの山で向こうの方です。で、去年と同じように、手賀野というところ、まああそこはあの、ちょうどDCM ですね、カーマー元のある交差点のところに降りてきて、左折してうちの会社を走ってきて、今の交差点、もう今の走った通りですよ、ドーンと来て、ここで入ってで給油して出て、でエナの SS にまた戻っていくということですね。でここあの、まあ、何もお金いらないのでね、当日来てずっとここでのんびりするのもいいんじゃないかなと思いますよ。どうしてかというとですね、あそこ公園になってていろんな遊具がありますし、とにかく広いんですよ。でただ残念なことに、あの向かい側のね、歌舞伎をねやるための施設なんですけど、その下に大きな広場があるんですけど、あそこにはねなんか他のあのプログラムが WRC よりも先に入ってたらして、で中津川市のね、担当者の河合さんもね、いやあそこはね使えるといいんですけど、ちょっとあそこはまあちょっとあの他の仕事で入っちゃってるんで、向こうの駐車場も使えないし、あそこはダメなんですよと。ただね、あそこまで行ってそのキッチンカーをあの使うとなると結構なね距離になります。ここから見ると分かるんですけど、広いんですよ。上ゴルフ場があるでしょ、で、多目的広場、さっきの駐車場になるんですね、ここが競技場です。でほら こんなに広いんです。ここあそこが野球場ですね、ね、野球場で、こちら側に相撲の土俵とあの広場が、これもでっかい広場があって、まあ、昔僕が痩せようとした時にここずーっと一緒歩いてたんですけどね、もうそんなに太ってないんで今歩かないんでちょっと体なまってますけど、まあ、その代わり前さぐっ出てますんで深層筋は鍛えられたと思うんですが、でキッチンカーはここに並びます。なんかねすごい頑張ってくれて、中津川市にもこんなにねそういう業者がいるのかと思ったぐらい、いろんなあの業者さんがいらっしゃって、7台ぐらい行くんですよね。でここで飲食できて、そっちにクラシックカーを展示するそうです。で 最新の、まあ、打ち合わせの中ではあの中津川市の河合さんとね話したのが、ここにキッチンカーが入ってくるんで、その間を、まあ、キッチンカーの間に入れるんじゃないですか。キッチンカーが並ぶので、あ、ちょっと気をつけてね、足、あの、やっぱりいろんなところに修理が入ってますよね、使うんでね。いいことですよね、刺激になってね。この辺りに、あの、ラリーカー置いてくださいって言われてるんで、いいでしょう、広くてね。ね。だからパブリックビューが見れないなパブリックビューが見れないな、ここにいるとな、ちょっといいか、俺は別に何か売ってるわけじゃないんで見に行っちゃおうかな、ね、いいとこでしょ。これがね、まああの中津川のね、いろんなこう楽しめるところが多いので、あそこに、観覧車が見えますよね、遠くに。あれがエナキョランドで、ね、ちっちゃなお子さんいらっしゃる方、あのエナキョランドにね行ったり、エナキョの遊覧船乗るのも楽しいですし、あっち行くと湯船沢があって、ふれあい牧場があるし、苗木場も、ね、あのちょうどあの中日って中日新聞の工場が見えます。あの向こうが、ね、苗木場ですしね、ここだけでもこれだけの広さがあって、ね、ここも穴場ですよね。でここ穴場だよね、ここから見えるよね。でもやっぱりね、砂かぶりへ行きたいでしょうね、みんなね。今のあのうちのフォレスターが置いてある前のあのアスファルトのねところあたりは、わーって人が、ね、朝から来るんじゃないかなと思います。こうして考えると、あのルビットタウンで商業施設がある方がいろいろ買えたりするのはいいかなと思ったんですが、やっぱり駐車場のキャパの問題ですとか、やっぱり商業施設ですのでね、あの街の中ってあの危ないですよね。あの横断歩道もあるし、去年逆に言えばその横断歩道でみんなわーってやったんですけども、でもここなら、ね、駐車場に車を置いて歩いてくれば、ね、いいので、ぜひね、ぜひぜひいらっしゃってください。うちの会社も
応援席を作ると、昨年やったように高いところにテントを張って応援席作る予定ですので、そこもまたねお楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、今日はこれで終わろうと思います。ぜひ、WRC 18日だっけね、19日が本番ですね。ぜひ、19日の日曜日、中津川へどうぞ。終わります。